渦巻けるカラスの群れ、黒島伝次。1918年、大日本帝国はロシア革命の余波を受けるシベリアに出兵した。その中に兵卒として第一中隊から吉永、第二中隊には松木と武石の姿があった。貧困に苦しむロシアの国民であるシベリア住民は日本の野営地に現れ、残飯をねだった。炊事当番をしていた吉永、松木、武石は彼らに施しをし、やがてパンくずの混じった白砂糖を捨てずに皿に取っておくようになった。そして食い残したパンに味噌汁をかけないようにした。兵卒たちの楽しみはシベリア住人の家を訪れることだった。家々には彼らが思いを寄せる娘がいたのだ。吉永はリーザ、松木はガーリアに恋していた。リーザは吉永を快く家に招き入れたが、ガーリアは松木をなかなか家の中に入れようとしない。どうやら他にもガーリアを慕う軍人がいるようだ。一人の女に複数の男たちが言い寄ることを兵卒は現地の言葉でソベール肉、競争者と呼んで笑い合っていた。ある日、吉永の第一中隊は大隊から分かれて伊伊氏の地へ守備に行くことになった。伊伊氏はパルチザンが横行する危険地域である。吉永は母が持たせてくれたお守りを開けた。すると日本円がいくらか入っていた。吉永は松木と武石に金を半分分け与えた。吉永は明後日伊伊氏へ行くのだ。金が何になる、また打ち合いだ。命がどうなるか誰が知るもんかと思ったのだ。松木と武石は吉永からもらった金で砂糖やパイナップルなどの物資を買い込み、ガーリアの家で酒を飲んだ。だがそれを見ていた者がいた。松木たちのソペール肉となっていた上官の少佐だった。怒った少佐は伊伊氏守備の吉永の第一中隊ではなく松木と武石のいる第二中隊に命じた。明らかに少佐の嫉妬による命令変更である。第二中隊は命令を実行し、雪中に遭難して全滅した。春が来た。吉永は自分がよくも今まで生きてこられたものだと密かに考えていた。上層部は松木たちの行方を熱心に探さなかった。心配などしていない、彼らの代わりはいくらでもあるのだから。空には死体を漁るカラスの群れが渦巻いていた。おしまい。補足。1928年発表。1918年から22年までのシベリア出兵が舞台です。作者自身が経験したシベリア出兵の悲惨さを描くことで、戦争を主導とする権力者や上官への痛烈な批判となっています。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。